えのき物語山本周五郎1沢が13になった年国吉が下男に来た国吉は15歳でよく働く少年だったし2年後2人は愛し合うようになった沢の父は川見半左衛門という。 母の名は和沢の下に一つ違いの妹仲とその三つ下にジョー次という弟がいた川見家は七代前に名字台頭を許され代々七日村の庄屋を務めていたえのき屋敷と呼ばれるその家は墓場村の段丘の上にありほぼ南北に伸びる越後街道と 魚の川が眺められ白い土塀を回した広い屋敷の東南の隅に樹齢500年以上と言われるエのキが抜きん出て高く梢を伸ばし枝を広げていた墓川村は越後の国小出の郊外で越後街道に面しまた藍津若松へ通ずる60里越えの山道が後ろに伸びていた 街道を行き来する人たちや、六十里越えをする人たちにとって、川見家の大江の木は目印の一つであり、それが見えると、ようやく小出の宿の近いことを知り、あるいは名残であることを知るのであった。小出は会津藩に属し、その代官所がある。絹と木材の集産地で、 河見家でも広い木山を持っているため庄屋のほかに藩の山形の差配を命ぜられてい屋敷の周りには木こりたちの長屋があった国吉はその長屋で生まれた父は善吉といい川見家の木こり頭で妻との間に六人の子があり国吉はその四番目の次男であったが国吉が五歳の年 前吉は犯罪門に土地を買ってもらい、牧田という村で百姓になった。前吉は青年になるまで百姓をしてい、それから川見家の木こりになったのだから、彼自身はき能というわけであるが、妻や子供たちにはなれない仕事であり、環境もいっぺんに変わったため、新しい生活にはなかなかなずめなかった。国吉は特に のら仕事が嫌いだったらしく15になるとすぐ進んで川見家の下男に住み込んだ沢は体がひ弱く器量もあまり良くなかった川見家の長女でありながらそういった大よさもなくいつもどこかの隅か人の後ろに隠れているという様子であった父の犯罪門は まるでもらわれてきたようなおかしな子だと言っていた妹の中は姉とは全く反対で姿形も美しいし愛嬌もあり頭がよくてすばしっこくて小さい自分から人気者であった中にはこういう逸話がある彼女が6歳の時小出から代官を招いて共謀した これはほとんど毎年の例なのだが中は代官とその下役たちが接待されるのを眺めていて何を思いついたものか仏間から小さな本尊仏を持ち出してきそれを代官に示して「これは何というものですか?」と聞いた主人役の犯罪門や接待していた人たちが驚いて止めようとしたが中のすばしこさにそれも間に合わなかった そうさなあ。と大観は本尊仏を見て司祭らしく答えた。阿弥陀様のようだが、それともお釈迦様というかな。違います。と仲が言った。これは木を掘って色を塗ったものです。よしよし。と大観は笑った。それでは木を掘って色を塗ったものだとしよう。 それなのに、どうして人が拝むんですか父の犯罪者はたまりかねて、叱ったり、乳母を呼んで向こうへ連れて行かせようとしたりした。代官は笑ってそれを押し止め、いかにも感慨深そうに言った。それは難しい話だが、そうさな、つまりそれは木を掘って色を塗っただけではなく。 神田様の姿をしていいるかからじゃないかな中は上目遣いに大官を見て、コクっとうなずき、よくわかったという顔つきをすると、黙って本尊仏を持ってその場から去った。どうしてあんなことをしたのかと、後で父親に聞かれたとき、同じ人間なのに、みんなが代官にペコペコする。どっちも人間に変わりはないのに。 どうしてだろうと思ったからだと中は答えたそうであるこれは大官に向かって直に答えたとも言われるが作り話のようだしその伝説の種だという別な話もあるしかも誰一人疑うものがなかったのは中にはそんな基地があっても不思議はないと思わせるようなところがあったからである 中が十五になると縁談が持ち込まれたその時初めて人々は姉の沢の存在に気がついた気がついたのは両親でも兄弟でもなくあすけという飯炊きの老木であったそんな間違った話はないと中に縁談が始まったと聞いた時あすけは言った姉様を差し置いて 妹の縁談を先に決めるなんとといううことは順序が違庄屋様ともある人がそんなことをして世間に住むわけがあるものではないその表はまず出入りのものに広まり犯罪も門夫婦の耳にも入ったみんな姉娘のいたことに気づきそうだったなと改めて見直したこれは沢のために逆効果となった 今までは、勤めてどこかの隅とか、人の背中に隠れるようにしていたため、人々は彼女については無関心に慣れていたが、さて、前面に押し出された沢を見ると、器量の良くない顔の陰気な悲願んだような表情や、動作ののろさ、話しぶりの下手さ、気の利かなさなどが目立って、16歳になった川見家の長女、 という人柄とは思えないことがはっきりした誰も知らないのだ姉様は本当は気立ての優しい賢い生まれつきなのだとあすけは生きり立った仲様の本尊仏の話も実際は姉様の話が元なんだある時あすけが自分の小屋でいたずらに仏像を彫っていた 素人の見よう見まねでついに出来上がりはしなかったが掘っている時に沢が来てそれは何だと聞いた訳を話すと不審そうにそんな木などで仏様が作れるのかと反問したそこであすケは菩提寺のご本尊も木で作り金色に塗ったものだということまた人がそれを拝むのは仏様に対する信心であって 掘った木や塗った金色を拝むのではないということを話した「オラの言ったことは間違っているかもしれない」とアスケは言ったけれどもこれがご本尊とお代官の問答の出所だ本人のオラが知っているだその話を信ずる者はなかったアスケは時々大きなことを言う 彼が川見家へ飯炊きに雇われたのは、当時から20年ほど前の40代だったが、その時、オラは江戸の八百善で板前を務めた、と自慢したそうで、村では知らないものがないし、長いこと笑い話の種になっていたから、彼の言うことに耳を貸すようなものはなかった。けれども、ただ一人だけ、あすけと共に沢の味方をする者がいた。 それは下の国吉であった川見家には下が5人いた他にも番頭手代若い者など庄屋と山形差配の事務や用足しをする雇い人が1 4五5人いたが下男も蔵番庭番勝手番などと役割が決まってい,い国吉は何にでも使われる雑役であった。 国吉は男ぶりもパッとせず、負け抜きばかり強くて目端が利かず、人に親しまないので、誰にも好かれないばかりか、山猿と言って馬鹿にされていた。陰でそう言われるだけでなく、しばしば面と向かって、おい、牧田の山猿、などと呼ばれ、悔しさのあまり、幾たびか相手に飛びかかった。だが、 国吉は体も小さいし力も強い方ではなく逆に叩きつけられこぶや鼻血を出すのがオチなので一人で悔し泣きに泣くという風になっていた内容は違うがこれは沢の立場とどこかに共通したものがあり早くからお互いの間に「哀れな」という思いがひそかに通っていたようであった。 沢が十五になった年、三番蔵の脇にむしろを敷いてせっせと茶筅を作っていたすると誤って指に棘を刺しそれが取れないで困っていると国吉が通りかかったごく細く割った竹の棘で右手の中指の第二節の膨らみに刺さり爪でつまんだり歯で噛んだりしたため その膨らみが赤くなっていた。毛抜きを持ってきましょう。と国吉が言った。いいえ、そんなことしないで。と沢が言った。人に知られたくないのだ。人に知れて笑われるのが嫌なのだ。と国吉は思った。いいことがあるから試してみましょう。触らないで待っていてください。 国吉はそう言って走って行き、間もなく戻ってくると、何かの草の葉をあぶったようなべっとりとしたものを沢の指の幹部に貼り付けた。これで棘が抜けるかもしれません。村ではよくこうしていましたから、と国吉が言った。おまじないなのと沢が聞いた。さあ、と国吉は口ごもり。 いじらないでそっとしておくんですよと言って立ち去ったそれが二人の口を聞いた初めであり愛情の芽生えともなったもちろんすぐにではない人の目が多いし国吉には暇がなかった川見家の長女と下男とではそばへ寄る機会も極めて稀にしかなかったけれども二人は遠くから いつも相手を見お互いの噂を聞き逃すまいとしていた中に縁談が始まりあすけじいさんが怒り出してから国吉の心は沢に対する同情と憐れみでいっぱいになった彼は18歳になっていたが背丈はあまり伸びず肩と足だけが不調和にたくましくそして猫背になった いつも重いものを背負い歩くためだろう日に焼けた黒い顔は愚かしくただいつも敵意に燃えているような目と怒りを抑えているようにきっと引き揺すんでいる唇とに負け抜きの激しさがうかがわれた中はいくつかの縁談に首を振り江戸へ出て暮らしたいとか生涯人の嫁にはならないとか 売れ残りの姉がいるから世間が狭いなどと拗ねていた晩秋の暮れ方巻小屋へ薪を運んでいた国吉は庭の向こうに人がいるのを見たように思い何ということもなく目をそばめたそっちはこの屋敷の盗難にあたりあの大きなえのきが立っている後ろは杉林とやぶのほかに何もなく 普段あまり人の近寄らないところであったあんなところに誰だろう国吉は腰から手ぬぐいを取って汗を拭きながらそっちへ歩いていったかなり濃くなった黄昏のぼんやりした光の中でその人影はスッとえのきの方へ消えた彼は急がない足取りで反対側からえのきを回っていった するとそこに沢の姿が見えた彼女はえのきの幹にもたれ両手で頬を覆って泣いていた国吉は戸惑いしばらくためらっていてそれから静かに呼びかけたどうなさいましたどうかなさったんですか沢のすすり泣きがやみゆっくりと振り向いた 「ありがとう」と沢は微笑した何でもないのよ国吉も微笑み返しながらそれなら自分は立ち去るべきだろうかそれともいた方がいいだろうかと考え迷った「この間は嬉しかったわ」と沢は低い声で言った知らないうちに抜けてしまったの あれは何という薬なの国吉は沢が何のことを言っているのかすぐには理解できなかったそしてそれが棘を刺した時のことでありその間に2年も経っているのを知って驚きと悲しいような気分に浸された「あれはしぶきという草の葉です」と彼は答えた。 あのときは火であぶったのですが、やけどにも効くし、干したのを煎じて自悪にする者も,もいます。この間とおっしゃったので、何のことかと思いました。あれからもう2年の世にもなりますからね。私が15の年だったわね。沙和は頭の中でその年月を思い返すように見えた。本当に。 と声を潜めて言った私、ついこの間のことのように思っていたのに、本当にもう2年もたつのね。沢もその事実に驚いた様子を隠さなかった。彼女もその日までずっと彼の姿を離れたところから見守り、どんなつまらない噂をも耳に留めていたのだ。 こうして二人でで口を聞くのは二度目であり初めての時から今日までに760日も過ぎ去っているということがまるで嘘のように思えるのであったそのように沢の驚いている気持ちが国吉には触れてみることのできるもののようにはっきりと分かった「どうかしたのですか?」と彼は前より親身な気持ちになって聞いた。 何か泣くほどつらいことでもあるんですか沢は恥ずかしそうに顔を背けながらそっとかぶりを振った「本当になんでもないの?」と彼女はささやき声で言った「時々泣きたくなるとここへ来るのよ。心配しないで」国吉はその夜よく眠れなかった。 ここは山国で秋に入ると夜はかなり冷える。掛けヤグを二枚にしても隙間風が入るため、ヤグの中に縮まって眠らなければならない。山は朝ごとに霜で凍り、間もなくそれが里へと下ってくるだろう。にもかかわらず、国吉は寒さを感じないだけでなく、頭の中も体の芯も熱っぽく、手や脇の下は 汗で濡れるくらいだったあくる朝国吉は眠りが足りないのに誰よりも早く起き晴れやかなこれまでになく生き生きした顔つきで元気よく働き出した庭を行き来する時彼はひそかにえのきの方へ目を走らせた手の空いている時弁当を使う時にもその目はえのきの方へ吸い寄せられていた その頃沢は茶筅作りに熱中していた姉妹は12歳の頃から茶の稽古を始め妹の中はすぐに飽きたが沢は今でも師匠についていい茶筅や茶尺の作り方も覚えたどうしてそんなことをするのかと聞かれたら聞かれたことは一度もなかったが自分のようなものは嫁にも行けないだろうから と答えたであろう厄介者で一生を送るとすれば、わずかでも自分の手で稼げる仕事を覚えておきたい。沢はそう考えていたのだ。生まれて初めてだわ。茶筅を作りながら沢はそっとつぶやいた。泣くほどつらいことでもあるんですかって。あの人は、 私のことを気にかけていてくれたのよ。沢の内部で新しい感情が目覚めた。以前にも似たような経験はあったが、似ているというだけで要素は全く違っていた。今彼女は17歳になった娘の感情に目覚めたのだ。ことにそれまで人から愛されたことも気にかけてもらったこともなく。 そういういことを求める望みを持った試しもないものならその新しく生まれた感情がどんなに力強く純真に拒みがたい作用をするかは言うまでもあるまいその日の夕刻もう手元が暗くなりかけてから沢はそっと庭へ出て行ったそれはちょうど国吉が諦めてえのきの傍らから去ろうとするところであった もやの立ち込めてきた黄昏の中で2人はお互いの姿を認め静かに双方から歩み寄った2人はいつもえのきの影であった国吉がその日の仕事を終わっている限り人の目を忍ぶ必要はなかった国吉も沢も周囲の者にほとんど関心を持たれてはいない そこにいてもいなくても、誰の注意を引くこともなかったからだ。確かにそのはずであったが、一人だけ無関心でない者がいた。沢のために、妹仲の縁談を順序違いだと非難した老木、阿助がその当人であった。阿助はよほど沢を大事に思っていたのだろう。国吉と沢がえのきのところで、 毎日のように会っているのを見つけ、あるじ、犯罪者に告げた。あすけは沢の味方をする者が、自分と国吉の2人だけだということを知っていたし、同時に、この屋敷中で、国吉1人は好ましい若者だと信じていた。国吉の方でも、あすけ老人だけは信頼できる。自分に何かあったら、老人だけは自分の力になってくれるだろう。 と思い込んでいた。それゆえ、番頭の中平に呼ばれて、不都合なことがあるからと、解雇を言い渡されたとき、まず相談をしたのは、アスケ老人であった。けれども、老人は全然取り合わなかった。主人の娘と密会するとは許せないことだ。昔なら、これこれの刑罰を受けるだろう。と老人は言った。 俺はお前のことを真面目な人間だと思っていた。お前はこのあすけをだましていたのだ。お前をもっとましな人間だと信じていた俺はバカ者であった。そんなことを繰り返すだけで、国吉の言うことなど聞こうともしなかった。国吉は小さな風呂敷包みを一つ持っただけで、川見の屋敷を出て行った。すっかり日が暮れて、外はもう暗かった。 門から出て石段を降りると、木こり長屋の火が見えたとき、暗がりから五六人の男が飛び出してき、国吉を捕まえて散々な目に遭わせた。殴るだけではなく、投げ飛ばしたり、踏んだり、蹴飛ばしたりした。山猿どころか盗人だと男の一人が怒鳴った。盗人より悪い野郎だぞこの辺へ近寄るな とっったたもものもあったこの辺で見かけたらぶち殺すぞ地面に伸びたまま彼は沢に会いたいと思った死ぬ前に一度だけ会って沢の声が聞きたいと思った死ぬということには何の根拠もなかったこんなひどい目に遭わされてもう生きてはいられない漠然とそう思ったからだろうか どんなことをしてでも一度は会わずには置かないぞと彼は自分に誓った国吉は5日間裏の草林の中に潜んでいた空腹はほとんど感じなかったし耐えきれなくなれば山垣があったその野生の小粒垣は渋を取るだけで子供もあまり欲しがらないが霜に当たると甘くなるので上をしのぐには十分であった 隠れた場所は川見家の背後にある山でそこから段のぼりに後ろへ高くなってい杉やヒノキやさらに高くはカバブナなどの密林が茂っていた沢は3日間その居間に禁足された後許されるとすぐえのきのところへ行ってみた国吉が放築されたことは聞いていたがそのまま彼が去ってしまうとは思わなかった この土地から出て行く前に必ず一度は会いに来るだろうと固く信じていた二人が会うとすれば大えの木のところ以外ではない沢は明け方か黄昏の人に気づかれない時刻を選んでそこへ行った国吉は五日目の夕方に気がついた隠れている雑木林を少し下へ降りて松の木のところに立つと 川見家の庭の盗難、えのきの周りを見下ろすことができる。彼はそこから沢の姿を認めた。並んでいる土蔵の後ろを回り、紫とネズミ色を混ぜて流したような黄昏のもやの中を忍び足で沢はえのきの影へ近寄るのであった。国吉は用心して、それからなお三日待ち、彼女が早朝と夕方の二度、 えの,きのところへ来ること、監視するもののないことを確かめた、それから降りていって沢に会った、話すことはあまりなかった、2人は初めて抱き合った、ひどく不手際なおずおずした抱き方であり、2人とも涙をこぼした、私はぬすっとより悪いやつだと言われました。国吉は、 沢を離していった私はそんな人間じゃありません。これから私はそんな人間じゃないことを証拠立ててみせる。私は江戸へ行きます。私を一緒に連れて行って。だめです。私たちはすぐに捕まってしまいます。一緒に行けたらいいのだが、街道は一つしかないし。 川見家の声がかかれば半日と立たない間に道を塞がれますそうなればあなたは連れ戻されるし自分は殺されるような目に遭うかもしれないそれはこのえのきの幹をこの手で撫でるよりも確かなことだ私は江戸へ行って男になりますと彼は熱心に続けた川見家の表門から威張って入れるような人間になって そしてあなたを迎えに来ます沢は声を殺して泣いた私は機転の利かないグズなやつだったかもしれないと国吉はさらに言ったそうだとしても一生そのままでいるとは限らない人間は変わることがあるし盗っ人より悪いと言われた私はもうこれまでの私ではありません 石にかじりついてても出世してみせますどうか私を信じてください沢は信じると言った待っていてくれますかええ5年でも10年でも沢は自信投げに答えて言ったたとえ一生涯でも私は久仁さんを待っています5 沢は国吉を待った。口で誓った時は確信がなかったけれど、日の経つにつれて決心が固まっていった。両親も兄弟も周囲の人たちみんながまた沢のことは無関心になった。彼らはもともとそうだったのだ。沢が幸せか不幸せか、年がいくつになるか、 今どこで何をしているか、将来どうなるのか、何一つ気にした試しはない。誇張して言えば、生きていても死んでも彼らには縁のないことに違いなかった。それならなぜそのままにしておいてくれなかったのだ。と沢は一人でつぶやいた。私のことなど、爪の先ほども気にしなかったくせに。 国吉と会ったらあんなひどい騒ぎ方をした。わずか三日とはいえ、あたしを押し込めにしたし、国吉には暇を出した。彼らはなぜあんなことをしたのだろうか。と沢はまた一人で反問した。あたしが川見家の長女であり、国吉が下男で身分が違うからだとしよう。 そうだとして、みんなは一度でもあたしのことを大切に扱ってくれたろうかほんのちょっとでもあたしのことで心配したり気を使ってくれたことがあるだろうか年が明けて3月になると妹の仲が嫁に行ったそれも田舎ではなく江戸日本橋の絹物問屋で 越前屋茂平という老舗の長男の妻としてめどられたのであった小出は昔から木糸や建府の集産地で江戸から買い付けに来たりこっちから荷を送ったり定期的に江戸と連絡のある商人が幾人かいたその中で大宮助けというのが川見家と親しく越前屋と仲との縁談も助けがまとめたものであった この嫁入りは大層派手なことになり支度から腰入れまでに半年余りかかったそして祝言を中にした34日川見家の者は江戸に滞在していた沢だけ墓川村に残ったのであるが留守をしている間に沢は二つの事実を知った彼女と国吉のことを父に告げたのは飯炊きのあすけ老人であること 国吉は放築されるときに門の外でひどく折巻されたことなどであるもう過ぎ去ったことであるしそれが分かったからといってどうなるのでもないが沢は自分の心に新しい傷ができそこから血が滴り落ちるように思ったこの屋敷で多少なりとも味方になってくれるとしたら それはアスケただ一人だろうと思っていた。そのあすけが告げ口をしたということはいざとなれば頼りになるものもあるという沢の心の拠り所を粉砕されたようなものである。人は頼みにならない。沢は改めてそう思った。両親や兄弟まで頼りにならなかった上、あすけにまで背かれたことは、 人間に対する絶望感を深くするとともに国吉を思う気持ちをもっとひたむきな激しいものに育てていった変化のない月日がたっていった沢の関心は自然の風物にしかなかった遠く近く見える山魚の川の流れ草木の花や果実 四季の移り変わり、雨、雪、嵐。沢はそれらを最も親しい友のように眺めた。雲に語りかけることもあり、花を見て泣くこともあった。一日に少なくとも一度はえのきのところへ行き、一時ぼんやりと幹にもたれて過ごしたり、そこに国吉がいるものと想像し、 心の中で彼との対話を楽しんだりするのであった沢は国吉から頼りがあろうとは考えなかった彼には読み書きができなかったし江戸へ行ってから書けるようになったとしても手紙はきっと家人に見つかるだろうそうすれば自分がどんな扱いを受けるか国吉には分かっているはずだからだ 私があの人のことを思っているようにと沢は斜線を作りながらつぶやく「国さんも私のことを思っていてくれるだろう私たち二人には手紙のやり取りをする必要などないのだ」「多額な費用をかけあんなに大騒ぎをして嫁に行きながら丸一年とちょっとで中は病死した」 原因は異常妊娠だったらしい2日2晩の出血で医師が治療法に迷っているうちに死んでしまったということであった実家へ知らせるどころか親類を呼ぶ暇もなかった休備客の持ってきた手紙でおよその事情を知った時母親の和歌は激しく泣きながら沢をにらんだあんなによくできたいい子が死んで お前のような子が生きているなんて」と母は言ったお前が代わりに死ねばよかった母は取り乱しているのだ沢はそう思い怒るよりは哀れだと思ったけれども自分の部屋へ入って一人になると涙がこぼれた母が本心からそう望んでいったのでないことは疑ってみるまでもない 世間の親たちは同じような場合、よくそんなふうなことを口にするものだ。だからその言葉で母を恨むような気持ちはなかったが、普段何も気にかけてもらえないのに、たまたま引き合いに出されたとなると、お前が代わりに死ねばよかったと言われた。それではあまりに自分が惨めだった。これがもし常々愛情をかけられ、 大事にされていたたとしたら母の言葉はむしろ親子の愛情の表れと思えたであろうだがそうではなかったのだ「そんなにも私はいらない子なのだろうか」と沢は喉を詰まらせながら独り言を言った「これでも妹と同じ血を分けた子なのだろうか」「涙が出るだけ出てしまうと沢の気持ちも静まった」 彼女は二十歳になり一人でいることが多いためいろいろな物語を読みあさった実際に世間へ出たことはないけれども多くの物語を読むことによって世の中の仕組みや人の心の裏腹恋や義理のつらさなどというものをいくらか理解するようになっていた紗は今では周囲から無視されていることが 自分の生まれつきだけではなく自分の方から人を愛そうとしなかったことにもよるのではないか焚き木を燃やす努力をしないで物が煮えないとじれるような自分本位なところがありはしなかったかそんなふうに自分を自分の目で見直してみるというようになっていた中の死んだのが5月初旬7月中旬に 家へ貸したものだからごくうちわだけのもので寺へは行かず菩提寺から僧たちに来てもらった四五日前から降り続いた雨がまだ止まずその日は風も吹き出したので招かれてきた住職と2人の僧は勤めを終わると早々に帰り親類の人たちも皆早く引き上げていった。 客がすっかり帰ったので、沢も後片付けを手伝おうとしていると、父に呼び止められ、一緒に父の居間へ行った。その頃は風も吹き募るばかりだし、雨もすごいような降り方で、屋敷全体が怒涛にもまれてでもいるような感じだった。これに覚えがあるか、と言って犯罪門は、 脇の机の上にある手紙のようなものを静かに手で押さえたいつからこんなことをしていたんだ六。沢には父が何を言っているのかわからなかった屋敷の背後にのしかかっている山ですべての樹木がゴーと叫び声を上げ家の胸がぎしっときしんだ親に隠れて、 男と文のやり取りをする」と犯罪門が刺すような調子で続けた「しかもきこり上がりの百姓のせがれなどとお前は川見の家や親の顔に泥を塗るつもりか」「何をおっしゃるのかわかりません」と沢は答えた「文のやり取りとは何のことですか?」犯罪門は、 机の上にある書状のようなものを叩いたこれは江戸の国吉から来た手紙だごまかしてもだめだぞ沢は片手で口を押さえた危なく叫び声が出そうになったのだ犯罪者はそれを自分なりに解釈したのであろう激しい言葉で叱りつけ責め立てたこういう時 世間の親たちが言うであろう決まり文句で、不謹慎とか、みだらとか、無分別とか、堕落などという言葉が繰り返され、いつ頃からこんなことをしていたのかと問い詰めた。文のやり取りなどしたことはありません、と沢は答えた。これまで一度も受け取ったことはありませんし、こちらから出したこともございません。私 あの人がどこにいるかも知らないんですから。犯罪者は信じなかった。叱る言葉はさらに荒く、毒と悪意さえ感じられた。紗は目をつむった。風と豪雨のどよめく中に川の水音が聞こえてきた。魚の川が怒っている。と沢は思った。 降り続く雨で魚の川は昨日あたりから増水していた信濃川の方では今朝23か所で包みが切れたという噂もあった目をつむった沢には魚の川やそれに合流する枝川の竹け狂う濁流が見えるように感じられた返事をしないかと犯罪者は叫んだこんな不死だらなことをして 悪かったとは思わないのか沢は目をつむったままで極めてゆっくりとかぶりを左右に振った「川見の仮名や親の顔に泥を塗る」「いいえ私には家も親もありません」と沢は心の中で言った「小さい自分から私は川見家の子のように扱われたことはなかった」 親の愛情を知らないばかりか、心配されたり、構われたりしたこともない。私は不器量な、気の利かない、おどおどしている子だった。お父さんももらわれてきたようなおかしな子だ、と言った。あなた方があたしを見るとき、あたしを見るのではなく、あたしを素通りして、他のものを見るにすぎない。本当にあたしはこの家へ紛れ込んできたよその子。 というだけであった。沢は口に出してそう言っているように膝の上の拳を震わせ歯を食いしばった私のことを心配し私に愛情を示してくれたのは国吉ただ一人だった私たちは何も悪いことはしなかった私も国吉も愛情が欲しかっただけだ 二人はそれを見つけ、初めてこの世に生まれたことの幸福を感じた。お父さんやお母さん、妹や、いや、数多い雇い人たちの誰一人として与えてくれなかったものを、国吉は私に与えてくれた。生まれて初めて、私はこの世に生きる喜びを知った。するとあなたは、私を部屋へ押し込めにし、国吉を放くした。 国吉は気を失うほど折巻され生まれた土地から放築されたのだ何のために何のためにと沢は心の中で叫んだお前のようなものを川見家に置いておくわけにはいかないと犯罪者は言っていた織竹村の家へ預けるからそう思うがいい沢は目を開いて父を見 右手を差し出していったその手紙をいただきます犯罪門は黙って沢を睨んでいた折竹村へでもどこへでも行きます沢は片手を前に出したまま行ったでもそれは私に来た手紙ですから私がいただきますお前と犯罪門が言った 自分が何を言っているのか分かっているかその手紙をいただきます犯罪門は机の上から手紙を取りそれをずタずタに引き裂いた沢は父に飛びかかった犯罪門は沢を突き放し裂いた手紙をさらに細かくちぎってからそれを手の中で丸め倒れている沢の上へ投げつけた さあ、持って行けと犯罪門が言ったそれを持って出て行けお前などは見るのも嫌だ沢和は静かに起き直り裂いて丸めて投げ出されたものは見もせず自分の部屋へ去った風も雨も弱まる様子はなかった百四年前に建てたというこの頑丈な建物も 柱や梁がきしみ、雨戸は鳴り、あるとも思えなかった隙間から吹き込む風で、他の部屋の奥にある沢の部屋でさえ、安堵の火が今にも消えそうに揺れまたたいた。もっと荒れるがいいと沢は思った。何もかも吹き飛ばし、水で押し流れるがいい。この家ももろとも 人も物も吹き飛ばし押し流して跡形もなくなってしまえ沢はほとんど声に出すような気持ちでそう願ったあの人が手紙をくれたと沢はつぶやいたあの人は字が書けるようになったのかそれとも誰かに頼んで書いてもらったのかとにかく私に手紙をくれた 私が生まれて初めてもらう手紙だったどこかで切迫した人声が聞こえた嵐の物音に消されて誰が何を言っているのかわからないが何か異常なことが起こりそれを告げたり問い返したりする叫び声のように聞こえた「お父さんはそれを引き裂きずたずたにちぎってしまった」と紗和はまたつぶやいた。 あの人にとっても生まれて初めて人に出した手紙だろうに、そしてあたしに何かを告げたかったろうのに、お父さんはそれをあたしの目の前で破り、クズのようにちぎってしまった。これだけは許せない。いくら親でも、これだけは決して許せないわ。沢は立ち上がった。折竹村の家へ預けるという。 そこは叔母の嫁入り先で、墓は村から二里近くも山の中へ入ったところにある。預けられるとすれば、親に隠れて男と文のやり取りをしたみだらな娘だと伝えられるだろう。そんな恥はかきたくない。叔母の顔なども見たくない。あたしは出ていく。この家からも、この土地からも出ていく。 紗は何度やタンスを開け差し当たり必要だと思われる着替えや帯を23と金になりそうな道具を集めて包みにし財布の中を調べたそして濡れてもいいように身支度をし包みをしっかりと背中へくくりつけた沢は何度口から土間へ降り湯い付け草履を履いて弟の雨がっぱを頭からかぶった 家の中は走り回る雇い人たちでごった返し、どこかで父の怒鳴る声も聞こえた。誰も沢に気のつく者はいなかった。見つかって呼び止められたら、力ずくでも出て行くつもりであった。土間を抜けた沢は、裏の戸口から外へ出、庭の隅にある大えの,木の方のへ行った。かぶっている雨がっぱは引き剥がされ、 大粒の雨がびしびしと顔や手を痛いほど強く打った沢は前かがみになって風に逆らいながら懸命にえのきのところまでたどり着いた国さん沢はえのきの幹にすがりついた私あなたのところへ行くわその時山津波が襲いかかった それが山津波だと分かったのは後のことでその時は何事が起こったのか判断がつかなかった大えのきの幹にすがりついて烈風のため吹き飛ばされそうになる体を支えながら国吉のところへ行くことだけを考えていた家ちを出るときに頭からかぶった弟の雨がっぱは風に引き剥がされてもうなかったし 履いていたはずの草履も、結いつけたひもが切れたのか、片方は裸足になっていた。着ているものはもとより、頭から水浸しで、叩きつける雨は滝のように顔や手足を打ち、肌を伝って流れるのが感じられた。私大丈夫よ、くにさん。と沢は、声に出していった。負けるもんですか どんなことをしてでもあなたのところへ行ってよ。風のうなりと雨の音をしのいで何か非常に複雑な幅の広がりと巨大な量感のある物音が裏の谷合いの方で聞こえそれがすさまじい速度で近寄ってきた。土の崩壊する音石と石のぶつかり合う音木の折れる音。 その他さまざまな音が入り交じって例えようもなく大きな厚みと重みを持った絶壁となりそれらが一時に崩れかかり殺到してくるような感じであった沢はえのきにかじりついたまま何が起こったのか見ようとしたけれども何も見えなかったつぶてのように叩きつける雨悲鳴を上げて吹き荒れる烈風のほかには ほとんど一尺先のものを見分けることもできないのだその闇の中を巨大な得体の知れないものが近づいてくるそれはあらゆる障害物を踏み潰し押し流し打ち壊しつつ看板のようでありながら極めて迅速に計り知れない力を持って襲いかかるようであった今のは土塀の崩れた音だわと沢は 震えながらつぶやいたあ馬屋が壊れた今のは馬の鳴き声だわ何だろうどうなるのかしら木の裂ける音がしまた木と木とが割れて何かの崩れる音がしたそしてそれらの騒音の中から人の叫び声が聞こえた「さ和どこだどこにいる」 とその声は引きつるように叫んだ。サワ、どこだお父さんだわ。とサワは傍然とつぶやいた。サワちゃん。と女の声で叫ぶのが聞こえた。どこにいるのサワちゃん。母さんはここよ。お父様も母さんもここにいてよ。サワちゃん。あたしたちここにいてよ。 沢の喉からつんざくような声が出た生まれてこの方初めて父と母の声を聞くように思ったこれまでは他人よりも縁のない人たち親子の愛情などは欠片ほどもなくただ疎まれ無視されるばかりだと思っていたのに今聞く声は紛れもなく父の声であり母の声であった しかもそれは単に呼びかける声ではなく深い血のつながりからほとばしり出るもの心から心へと直に通ずる響きを含むものであった「父さん!」と沢は絶叫した「私ここにいます母さん」沢はえのきの幹から離れて父母の声の下方へ走り出したけれども 父母に呼びかけながら走り出すとすぐ闇の中から飛び出してきた誰かに抱き止められた沢はその腕から逃れようとしてもがいた「お沢さんダメだめだ」と抱き止めた男が怒鳴った「屋敷は潰れた逃げるんだ離して沢は狂気のように暴れた父さんが呼んでるのよ母さんのところへ行くのよ 話してダメだもうみんな助かりゃしない男は沢を抱き上げた逃げないとあんたも死んじまうぞ男は暴れる沢を抱いたままうちとは反対の方へ走り出した風雨の方向を打ち消すように不気味な地鳴りが起こり非常な圧力を持った黒い山のようなものが二人の後ろへゴーゴーと押し寄せた それは今にも二人に追いつきひっつかんで飲み込もうとするように感じられた紗和どこにいる紗和ちゃんこっちへおいで恐怖のあまり半ば気を失った沢の耳に父と母の呼び声が現実のもののように聞こえた「私はあんたが好きだ死ぬほど好きだお紗和さん」と男が言った 私は助からないかもしれないがあんたと二人で死ねれば本望だ聞こえますか男の沢を抱いた腕に力が入り頬をすり寄せた男は走るのをやめ大股にどこかへ登りながら続けていったあんたがちっちゃい自分からずっと好きであったあんたを自分のものにするためならどんなことでもするつもりだったどんなことがあっても 「あんたを他人には渡したたたくなかったあんたはもう私のものだ」と男はあえぎながら言った「私はもう一生あんたを話はしない死んでも話はしないぞ」沢は男の声を夢中のように聞いていたすると2人の下で地面がぐらぐらと揺れ男が悲鳴を上げた 何かかかが二人の上へ崩れかかり沢は泥の中へ叩きつけられた泥のようでもあり水のようでもあった沢は何か手に触ったのでそれにつかまりそれに全身を預けて抜け出そうとした彼女は自分が押し流されているのを感じたがどっちへ流されているのか何が自分を押し流そうとしているのか見当もつかなかった。 これらのことはごく短い時間の出来事で、おそらく呼吸5つか6つの間であったろう。突然、沢の足を何かがつかみ、泥と水の中へ彼女を引き込んだ。沢ちゃん、どこにいるの母の呼び声が聞こえたように思い、そのまま沢は何もかもわからなくなった。8. あなたも顔ぐらい見ているはずよ。名はおすげ。年は確か23だったわ。と柏屋の女中の初が言った。中肉中背で、太ってもいないし、痩せてもいないし、不器量というほどでもなく、器量よしでもなく、およそ色恋とは縁のないような、ごくありふれた人柄なのよ。あたしのことを言われているようね。 と言って沢は微笑んだ。バカおっしゃい。とハツは睨んだ。あなたのきれいなことは、この宿のものばかりじゃなく、旅の人たちの間でさえ評判じゃありませんか。あたしでも鏡は見るのよ。エチジュの若旦那を振っているのはそのためじゃないでしょうね。まさか。とハツは、ちょっと開き直るように言った。そうだとしたら、 あなた罪よ小沢さん。今の続きを聞かせて。話をそらすのがうまいわねいつもそうだわ。とハツは言った「もう3年も付き合っているのにあなたがどこの生まれだかどんな身の上で何のためにこんなところで稼いでいるのかあなたは何一つ言おうとしなかった」。 その話になると決まって、するっとうまく脇へそらしちまうのよ。話すようなことがないからよ。沢は優しい目をした。おはつさんの知っている私が、この私の全部。それだけのことだわ。ねえ、今のおげさんという人のことを聞かせてくださいな。三年前の秋口に、 大嵐の中で山津波が起こったって話知ってるわねとハツは話を元へ戻した枝川の奥の部落が3つか4つと墓場村が押し流されて生き残ったものは十人足らずだって墓場村には川見といって200年近くも続いた旧家があったそうだけれどその屋敷もきれいに流されたし屋敷の人たちはじめ 馬一頭も残らなかったったええその話は何度も聞いたわおすげという娘はその時墓場村の米屋という旅籠で女中をしていた故郷の越後の柿崎というところだったが女中をしているうちに客の一人と夫婦約束をした江戸のモメントン屋の手代で名は賢治年は24 おじやへ買い付けに行く時と帰りと米屋へ夜旅泊まっておすげと知り合った初め泊まった時は番頭さんと一緒で番頭さんに顎で使われたそうよとハツは話したそれが二度目の時はもう手代になって小僧さんを連れていたのねすっかり大人びていてそして今度来た時に話したいことがあるって おすげさんにそっと耳打ちをしたんですって。よたびめに、二人は夫婦約束をした。ケンジは25になると、店を持つことができる。それまで待ってくれ。ええ、待っています。きっとだな。きっとです。と誓い合った。おすげは二十歳。ケンジが24歳。 そして夫婦約束をした晩米屋は山津波でやられた二人も押し流され泥水の中で離れ離れになったその時男が言ったんですって「生きていたらここで会おう死んだと確かに分かるまで決して心変わりはしないって」とハツは自分のことを話すような感情のこもった口ぶりで言った「ええ」 ここで会いましょう。私も生きている限り待っていますっておすげちゃんも言ったそうよ沢は目をつむったその二人の呼び交わす声がはっきり自分に聞こえるようであった似たようなことがあるものだ国吉と自分も同じような約束をしたいつかきっと迎えに来るええ待っています 年年でも10年でもも待っていますそういう約束をしたのだあの山津波で墓場村はきれいになくなっちまったでしょう残っているのはあのえのきだけとハツは続けた今ではこの八木原が愛の宿になったからおすげちゃんもしょうがないここの柏屋へ住み込んだわけなのまだ会えないのね 生死もわからないのよ」とハツが言った「でもあの人は生きているいつか必ず会える」っておすげちゃんは信じんするように思い込んでいるのそれはいじらしいくらいよ「私もそうなのだ」とサワは心の中で言った「私がこんな生活をしているのもいつかあの人が来てくれる」 きっと迎えに来てくれると信じているからだと自分を確かめるように心の中でつぶやいたそれでねこんな宿屋にいるよりあなたのところに置いてもらいたいというのハツは続けていた日のあるうちはあなた大えの木のところで茶店じゃないわね茶を立てて売っているでしょう。往来する人はよく見えるし探している人にも目につくわ だって、あたし一人でもやっとの暮らしよ。こうやって宿屋さんへ呼ばれるようにはなったけれど、それだって人を雇ったりするような稼ぎはありゃしないわ。おはつは手を振った。そうじゃないの。お金なんて一文もいらないの。日のあるうちだけあなたのところにいて、あとはこれまで通りこのうちで働くのよ。つまりさ。 往来の人のあるうちだけあなたのそばに置いてもらえばいいんですってそれが確かならと沢は承知したハツはすぐにおすげを連れてきて引き合わせその翌日からお菅は沢のところへ通ってくるようになった世間ではえのきの茶店と呼んでいるがそれは店とは言えないだろう夏は大えのきの木陰 涼しくなると日当たりの草原へ移るが、地面の上古い日の毛線を敷き、小屏部を後ろに回して、土風呂に茶釜をかけて沸かし、野立の茶を客に勧めるのである。もちろん、掛茶屋よりも代価は少し高いが、旅客の中には珍しがって、神妙に、一服所蒙などというものがあり、今では宿へ呼ばれて茶の履手をすることなども稀ではなかった。 始めたのは2年前小出塾の絹物問屋越前や十兵衛の世話によるもので後ろの丘にある住まいもやはり越中で建ててくれたものであった沢は何も言わないし世間でも伝説のようにしか思われていないがそこは彼女の生まれ育った川見家の屋敷アートであり大江の木はかつてその庭に建っていたものだ。 山津波はすべてを押し流し、今ではそのえのきしか残ってはいない。枝川をにりあ余り奥へ登った折竹村も全滅し、叔母の嫁いだ一家もみんな死んでしまった。川見家でも、飼育の上がったのは主人の犯罪門だけ。あとは信濃川まで流されたか、泥の下に埋まったままか不明であった。沢自身も、 小出の下まで流され河原の泥に首まで埋まっていたのを危うく掘り出されて助かった今でも元墓場村の付近からは時々遺骨の出ることがあるけれど誰のものとも区別はつかずこの八木原宿の玄宗寺の無縁墓に入れられるのであったおすげは毎日通ってきた土風呂を炊くための細かい炊き木を作ったり 水を汲んだり客があると座を設けたりあとの洗い物をしたり結構してもらう用事もあったし客のない時には話し相手にもなった初という女中の言ったとおりおすげはごく目立たない人柄だった顔形や体つきにも特徴はないし話題も少なく立ち位や動作もハキハキしなかったただ検事という男の話になると 表情がにわかに生き生きとし、目にも強い光が現れて、その平凡な顔が美しくさえ見えるようであった。ええ、そう思ってます。あの人は生きてるし、今にきっと会えるに違いありません。とおすげは繰り返すのであった。まだ三年しか経っていないんですもの。あの人にだって都合のつかないことがあるんでしょう。ええ。 その時が来ればきっとあなたにも分かってもらえますわ。おすげの頭はそのことでいっぱいらしい。その話が終わるとまるで貝が蓋を閉めでもするように自分の中へ閉じこもってしまうのであった。しかし一度だけ沢の身の上を知りたがったことがあった。どこの生まれか、うちはどこか、家族はあるのか、 何ののためにここんなことをしているのか。沢はこれまでみんなに言った通り家族と一緒に旅をしていてあの山津波に会い自分一人だけ生き残ったこと故郷は江戸の近くであるがそこには親類も少ないし頼りにはならないことこの土地には親や兄弟の骨が埋まっているからまだ離れる気持ちがないのだというふうに。 でもいつかは国へ帰るんでしょいつかはねそれで越中の若旦那を振ってるの振ってるなんて沢は苦笑したもともと無理な縁談なのよあたしにはあんな大きなお店の切り盛りをするような才もなしそんな柄でもないわ訳はただそれだけ サワはうなずいて言った。それだけと言って、あなた一生のことですもの。誰だって考えないわけにはいかないでしょ。人間はお金や家柄より大事なものがあると思うわ。おすげはため息をつきながら、自分もそう思う、とぼんやりした口ぶりで言った。宿から呼ぶ客の中には、幾人かなじみができていた。 初めの頃は思い違いをしてそっと金を握らせた上自由にしようとする客もあった今でも時たまそんな経験をするが宿屋の方で気づき初めての客にはその点をはっきり断ってくれるので始末に困るようなことはなかった茶の手前を楽しもうというのだから若い客はめったになく大抵が老人であり それも裕福な身分の人が多かった江戸日本橋の呉服商の隠居だという老人は、えのきの下で野立の茶を珍しがり、宿へも呼んでくれたが、どうしてこの稼ぎを思いついたのかと聞いた。子供の時分聞いた話ですけれど、と沢は答えた。お江戸の神田にお玉替家というところがあるそうですね。 池はないけれどね。ずっと昔そこでおたまという人が茶をたてて往来の人にすすめそれで暮らしていたということを聞きましたの江戸だからそれでも暮らすことができたこんな越後街道の田舎ではなかなか稼ぎにはならないだろうとその隠居は言った女一人のことであるし 読み書きなども教えるから、どうやら飢える心配もないようである。と沢は答えた。お玉が池の話には跡があるんだよ。と隠居は言った。知っているかねいいえ、存じません。お玉という娘は大層美人で、多くの男たちに言い寄られたが、誰にも心を動かされなかった。すると、 そこで急に隠居は細い顎をつまんで思い返したように首を振った。いや、この話は陰気だからよした方がいいだろう。お前さんにも後味が悪いだろうからな。半分伺っただけではかえって気になりますわ。かもしれないな。話してしまおう。と隠居は苦笑した。で、 そののうちにに人の若者が現れてお玉に恋をした。どっちもいい性質の若者でお玉の方でも好きになったが2人のうちどちらを選ぶこともできない若者たちの恋は命がけだしお玉も悩むだけ悩んだがどうしてもこの一人と決めることができずついに池に身を投げて死んでしまったそうだ昔 その付近には桜が多く、池も桜が池と呼ばれていたのを、そのことがあって以来、お玉が池と言うようになったのだ、と老人は語った。9。同じような物語は他にもある。ママの手コナの話などはそっくりだ、と沢は思った。多分、一つの美しく悲しい出来事が、 いいろろろな土地に移し伝えられたのであろう旅の隠居から聞いた時はそう思っただけであるがかなり月日がたってからふと思い出すとそれが自分の身の上のようにも感じられた越中の息子の安次郎と江戸にいるはずの国吉そして自分と彼らとの関わりがおたまの場合のように不吉な成り行きになるのではないか。 という考えが浮かび、急いで打ち消しても思い出すと不安な気持ちになるのであった。大江の木から二段ほど後ろの丘の上にある住まいからは座っていても大野川が見えた。家は二間に勝手だけで、井戸はないけれども背後の崖に湧き水があり、問いで勝手に引いてあるのがいくら使っても余るほど豊かであった。近くには 藍津若松藩の山方に属する木こり長屋があるので寂しくもなかったし、また冬の間はその長屋の子供たちに読み書きを教えるので暮らしの足しにもなった。越中の安次郎はもう二十六歳になる。山津波の時救われた沢は半年余り越中の世話になった。越前屋は小出でも指折りの資産家で、 ほかにも遭難者を10人余り自分の持ち家へ引き取って世話をしたがどういうわけか沢だけは特別な扱いで親兄弟の死体もわからないと知ると好きなだけこの家にいるがよいと言ってくれた事実沢が起きられるようになった時は山津波で死んだ者の始末もあらかた済んだ後で川見家では主人の犯罪者の死体だけが確認され 元宗寺へ葬られたということを聞いただけであった安次郎が自分に心を寄せ始めたと気づいた時沢はすぐに越前屋を出ることに決めた自分を見る安次郎の思い詰めたような目つきがそのまま国吉を思い出させたのである私には国さん一人しかいない国さんのほかに男を近寄せてはならない 自分で驚いたほど眼強に粘った街道で野立の茶を勧めそれで暮らしを立てながら親兄弟の菩提を弔いたいこの不幸を忘れるまで結婚はしないと言い張って譲らなかったすると十兵衛がそれなら気の済むようにするがよかろうできるだけの世話はすると言って小さいながら家を建ててくれ転茶の道具もそろえてくれたのであった 安次郎は今でも月に2度か3度は訪ねてきて安否を問い不足なものはないかと気を配ってくれるもう年が年なので縁談もいろいろあるらしいが沢のほかに妻をめとる気はないと断り通しているそうであった雪国育ちにしては色が黒く背丈は高いが痩せていて顎の張ったいかつい顔つきだった 不思議なことだと沢はいくたびも思ったあの山津波が来てから私は人間が変わったような気がするあの前には自分はいるかいないかわからないような存在だった両親や兄弟、大勢いた雇い人たちさえも私には目もくれずみんなそっぽを向いているようだったあの恐ろしい嵐の中で 父と母が初めて自分を呼んでくれた単に名を呼んだだけではなくのしかかってくる危険に直面して心配のあまり狂気のようになっている声であった妹の仲が死んだ時お前が代わりに死ねばよかったと言われ泣いて恨んだことがあったしかし山津波に襲われた夜の父と母とのあの呼び声だけで自分が疎まれたり 恋に冷たく扱われていたのではないことが分かったのだ。恋出で助けられてから自分の気持ちは確かに変わった、と沢はまた考えた。自分が余計者であるとか、人に嫌われているなどという気持ちはなくなったし、自分のことをどう思っているかと他人の顔色をうかがうようなこともなくなった。そしてそれ以来、不思議に人から好かれ始めたのである。 越前屋の人たち、安次郎は別にしても、十兵衛夫妻や店の人たちの親切は忘れられないし、この宿へ来てからも、柏や門庄という二軒の旅館の人たち、木こり長屋の住人たちから、ひいきにされ、慕われている。その上、みんなは今、自分のことを桐良吉とさえ言っているのだ。国吉は現れない。 山津波で墓場村はじめ大きな被害のあったことを彼はまだ気づかないのであろうかそれとも噂を聞いて来たことは来たが川見家が全滅したと知り諦めて江戸へ帰ったのだろうかいいえそんなことはないと沢は確信を持って首を振るもしここへ来たとすればあの人はきっと私を探したことだろう たとえ死体であっても見つけ出さずに帰るはずはない。クニさんなら必ずそうするに違いない。と沢は信じきっていた。その年は10月中旬に雪が来て、それがそのまま寝雪きになり、野立の茶はできなくなった。毎日通ってきていたおすげも春になるまで休むことにし、沢は家にこもって子供たちに読み書きを教え、 またたた。の弟子を取ったりした年が明けて沢はは十四になった二月のある日午後三時頃のことだったが柏屋から客があると知らせてきた雪の道は凍っていてぬかるみはない空模様を確かめた沢は皮膚を羽織って頭巾をかぶり雪靴を履いて出かけた すると、大えのきのところに、旅装をした一人の男が、片手に持った傘を斜めに上げながら、えのきの小杖の方を見上げていた。沢は、二十軒余りこっちからそれを認めると、ドキンとして思わず立ち止まった。もう四年越しにもなるのに、そこでそんなふうにしている男を見ると、決まってドキリとし、息が止まりそうになる。行くたび いや、幾十度あったことか数えきれないだろう。えのきと国吉とは、それほどしっかりと印象が結びついているのだ。近づいていくと、35、6歳になる男で、無論国吉とは似たところもなく、どうやら百姓のように見えた。沢は、がっくりしたような、また同時にほっとしたような気持ちで、静かにそこを通り過ぎた。 柏屋から呼ばれれたた。ののは、その年そ年が初めてであった客は50年配の侍で一昨年の秋にも沢の手前を楽しんだと言いい沢にその記憶がなさそうだと知るとその時は浪人で姿形が違っていたのだと笑った今度柴田の溝口家へ召し出され妻子も後から来るという浪人生活から抜け出せたことが よほど嬉しいのだろう茶を味わう様子までいかにも楽しそうに見えたその客を済ませた後宿の内緒で女中たちと話していると門庄から呼びに来たこれもなじみで去年の春に一度呼んだことがあるそうであった沢は呼びに来たおようという女中と一緒に川庄へ回った座敷へ行ってみるとその客には覚えがあった 去年の春かどうかは忘れたが中年のひどく気難しい人と一緒で年は30くらいだろうか連れの気難しさに反しておとなしく無口な様子が印象に残っていたありがとうございます呼ばれた礼を述べてから沢が聞いた今度はお一人でございますかそうか去年は連れがありましたっけね 客は微笑したあの男は病気で来られなかったんですそして自分は茶は部長法だから悪いところは注意してくれと言葉少なに言った茶の手前などどっちでもいいらしい沢の顔をもう一度見たかったできるなら話をしたいというつもりで呼んだようであったそんな素振りがかなりはっきり伺かがわれたが 沢も口下手な方だし相手はさらに無口で去年と同じように何か話し出しはするが途中でやめるというふうだったからどうにも話題が弾まなかった半時ばかり間をつなぐのが双方とも精一杯だったろう女中が火の入った安んを持ってきたのを塩に沢は立ってその座敷を去った3月中旬に 茶の野立てを始めたその前の日に越前屋の安次郎が壺入りの抹茶と菓子を持って訪ねてきた昼ちょっと過ぎだというのにかなり酔って部屋へ上がるとすぐ水を一杯欲しいと言い飲み終わるといきなり沢を抱きすくめた愛情というよりも憎悪から出た動作のようで激しく喘ぎながら乱暴に抱きすくめ そこへ押し倒した沢は少しも逆らわず目をつむったままされるままになっていた安次郎の手で荒々しく胸が開かれ伸ばした両足を左右に広げて裾がまくられ下衣がまくられた安次郎は死にかけている獣のようにはっはっと短くあえぎ 裸になった沢の両足の間に割り込みのしかかってあらわなちぶさへ顔をうずめたそれでも沢は目をつむったまま身ろぎもしなかったするとや次郎は泣き出し沢から離れて起き上がると右手を曲げ腕で顔を覆って泣いた崩れたような座り方で左手は畳へついていた 沢は起き上がって、襟や裾を直しながら立って行き、手拭いを水で絞って戻った。お顔を拭いてください。と手拭いを彼に渡しながら言った。私、今のことはなかったものと思います。どうぞあなたもお忘れになってください。あなたはそんなにこの私が嫌いなのか。安次郎は 濡れ手ぬぐいで顔を押さえたまま言った3年以上も経つのにずっと私を避け通していつまでこんなことをしているんです本当のことを言ってください他に約束した男でもあるのかその返事は前に申し上げました私は家を出てもいいとさえ思っているんですよ安次郎は 手ぬぐいを小さく畳み、自分の膝を見ながら言ったあなたは越前屋という大きな寝台や店の切り盛りをする力はない身分が不釣り合いだと言われる私はまたあなたのほかに妻を欲しいとは思わないあなたが本当に越前屋へ入るのが嫌なら私は家を出て自分の店を持ってもいいんです沢は答える前にちょっと考えた。 それはいけません。沢はそっと首を振った。お家の方々には親身にも及ばぬお世話になっています。私のためにあなたがそんなになされば、私は越中の皆さんに恩をあだで返す人でなしになってしまいます。私の妻になるよりその方が恐ろしいのか。これには訳があるんです。 サワはちょっと黙ってから言ったでもそれは今申し上げられません約束した人がいるんですねそれも申し上げられませんそのことさえなければあなたのおっしゃるようにいたしますけれどサワは急に顔を背けたええ今はこれだけしか申し上げられませんの 安次郎は沈黙しため息をついて静かな目で沢を見乱暴したことは勘弁してもらいたい本気ではなかったのだと言った分かっていますどうぞ忘れてくださいと沢は答えた大えの木のところは土地が少し高くなっており日当たりも良いため周りには残雪があるのに そこはすっかり土が乾いていた。沢が茶を始めるとすぐに柏屋からおすげが通ってくるようになった。そして5月のある日、そのことが起こった。10 5月に入るともう日が強くなるので、えのきの影の動くたびにそっちへ場所を変えなければならない。茶ダンスやドブロを移すとき。 オスゲのいてくれることがどんなに助かるかよく分かったその日の午後二度目に場所を変えようとしていた時おスゲが抱え上げていた毛船を取り落とし棒立ちになって街道の方を見つめた道には荷を積んだ百姓馬と女を交えた七八人の旅人がバラバラになって歩いていたみんな南から北へ向かってゆく人たちだったが おすげはその中の中人を見守ってい、沢が「どうしたの?」と呼びかけようとした時喉から異様な叫び声を漏らすとほとんど宙を飛ぶといったような動作でまっすぐにそっちへ走っていったそして沢ははっきりと見たのだおすげの叫び声を聞いた旅人の一人が振り返りかぶっている傘の端を上げて走ってくるおすげを認めると 抜いて持っていた散りよけガッパを投げ出しこれも何か叫びながらおスゲの方へ駆け戻った沢の立っているところからおよそ二三十軒離れていたが両方から走り寄った二人が一緒になり手を取り合う途端おスゲの泣き出す声が沢にはよく聞き取れた本当にあるのねと沢は無意識に独り言を言った 小説や言い伝えだけじゃなく本当にあることなのねあちらの二人は往来する人たちにも気がつかないと見え肩を寄せ合ったまま何か話しながら歩き出し宿の方へと去っていった「沢は夢中なんだわ」と微笑して街道へ出て行きあの男の放り出していった河童を拾い上げると土ぼこりをはたきながら 二人の去っていった方をもう一度祝福するような目つきで眺め合った。もう暗くなりかけた頃になって、おすげが一人で駆けつけてきた。やっぱりあの人だったのよ。あたし一目でわかったわ。おすげは茶道具を片付けながらワクワクした口ぶりで言った。後ろ姿をひょっと見たときすぐにあの人だなって思ったの。そうしたら、 喉のところがふさがっちゃって声が出ないのねいいえ体つきにも歩きぶりにも目につくほどの癖なんかないの他の人と違うところなんかどこにもないんだけれどそれでもちょっと見ただけでわかったわあの人の方でもそうですってもう通りすぎる時にこっちを見たらすぐにわかっただろうって言ってたわ足掛け4年も経つのによかったわね 10年たってたって同じだと思うわあの人もそう言ってたけれどこういうことって本当に不思議なものだわねそれから急に顔を赤くしていったごめんなさい黙って言っちまったりしていいのよそんなこと当たり前じゃないの紗は笑っていったそれよりここはもういいからお帰りなさいな 最後のお手伝いですもの。今日は私一人で片付けます。あなたは何もなさらないでね。人のためになることなら、どんなことでもしたいという気分なのだろう。沢は言われる通り黙って見ていた。賢治というその男は、江戸で自分の店がモテたという。今度はおじやへ買い付けに来たのだが、 おすげが生きていて二人は必ず会えるものと信じていたそうでない場合のことなど疑って見たことさえなかったそうである本当ならおじあへ行ってくるまで待っているところであるがもう一時も離れてはいられないから明日一緒におじあへ行きそのまま江戸へ立つことにしたおすげは片付け物をしながら朝のすずめがさえずるように休みなしにこれらのことを語った 翌朝早く沢の家へ2人が訪れた賢治という男はいかにも商人らしく「腰の低い愛想のいい若者でおげが世話になった礼を述べもし江戸へ出るようなことがあったら本所のじかというところへ訪ねてくれ」とお世辞でない口ぶりで言ったおじやから戻る時にもう一度寄ると言ったが2人はそれ限り顔を見せなかった また一人で茶をたてることになりしばらくの間沢は寂しさを感じたけれども一人になった寂しさよりその出来事から与えられた勇気の方が大きかった心から愛し合い信じ合っているものはいつか必ず会うことができるどんな状態の中でも一目でお互いがわかるものだ沢はその事実を自分の目で見た 人の話や物語にあることが現実にもちゃんと存在するのだ。あの二人の約束は自分と国吉のそれより深刻なものではない。自分と国吉とは少年であり少女である頃から同じ屋敷の中で暮らし、周りの人たちに疎まれるという似たような孤独感によって次第に引きつけられ、そうして将来を誓ったのである。 石にかじりついても人並みに出世してみせる。それまで待っていてくれますか待っています。五年でも十年でも、一生涯でもあなたを待っています。あれは言葉だけではなく、心の底から誓い合ったのだ。迷ってはいけない。あの人はきっと来てくれる。私はその日を待っていればいいのだ。と沢は改めて自分に言い聞かせるのであった。 沢はにになり26になりった冬の間の寺子屋のような仕事に加えて小出の宿へ茶の指南にも招かれるようになり住まいには小なを置いて雑用を任せながら季節には飽きずに茶の野立を続けた長い間のことだから自然街道の評判になって野立の席へは寄らなくとも宿屋から呼んでくれる客も多くなり 参勤のため、小出へ泊まる大名にも、いくたびか接待をした。もちろん、大名の名は出さず、非公式に呼ばれるのだが、失礼のないようにと、側近の人に注意されると、心づけの出し方などですぐにそれと分かった。こういうふうになると、周囲の噂は好奇心を生み、何の根拠もない話がいろいろと広まったが、一番真実らしいのは、 沢が越中の主人の囲いものであるという陰口であった山津波の時面倒を見てから越前屋の十兵衛がずっと沢を囲っている住まいを建ててやったのも茶の道具をそろえてやったのもそのためだし毎月の仕送りも欠かさないところが息子の安次郎も沢に就寝でいくらいい縁談があっても見向きもせず 好きがあったら自分のものにしようと伺っている。だから今に越中の店で人騒動始まるぞ。そういううがった内容のものであった。越中の耳にも入らないわけはない。沢が心配していると安次郎が尋ねてきた。今度こそ嫁になってもらう。と彼は開き直ったように言った。世間の噂を聞いたであろうが、 その一般の責任は沢にもある。無論自分の未練な気持ちに大半の責任のあることは言うまでもないがこのように広く噂が広まっては自分と沢和とが結婚する以外に父に対する瀬評の誤りを立証するすべはないというのであったもっともなことであったおっしゃる通りだと思います沢は答えた あなたのお心に背きながら、一方ではお世話になり続けてまいりました。いつかこういう噂が出るだろうと、考えなかった私が悪かったのです。もし責任があるとしたら、この差は一人にあるので、大旦那やあなたにはお詫びの申し上げをもございません。私は謝ってもらうために来たんじゃありません。訳を申し上げます。 聞いいてくださいますか安次郎はうなずき沢は話した自分の生い立ち山猿と呼ばれた国吉の人柄二人がお互いに近づいたきっかけやえのきの下で忍び合ったことやがて雇い人に見つかり国吉が盗っ人より悪いやつだと罵って放逐されたこと二人で密かに会って 将来を誓い合ったことまた山津波のあった日に国吉から手紙が来たけれども父の手に入って破棄され自分は読まなかったことなど詳しく打ち明けた安次郎は終わりまで黙って聞いてから避難するようにではなく沢を見たそれはあなたが15の年だったと言いましたね。 約束をして別れたのは2年後で、私は17、あの人は19になっていました。大人の約束とは思えないな、と安次郎は言った。恋というよりは、お互いの頼りない気持ちが寄り合ったのでしょう。男と女とではなく、子供同士が指切りをしたようなものじゃないだろうか。 あの人から手紙が来たのは、私が二十歳の年でしたわ。驚いたな。安次郎は首を振った。あなたが川見家の人だとは知らなかった。一体どうしてそれを隠していたんです隠すつもりはなかったんです。ただなんとなく言いたくなかった。沢は自分の心の中を探るような表情をした。 誰か生きていてくれればいいけれど、もし自分一人しか助からなかったのだとしたら、川見の家に着いた財産や何かを自分で始末しなければならない。そう思うだけでもぞっとしたくらいでした。なるほど。それで一重の信頼にも気が進まなかったんですね。安次郎はうなずいていった。川見さんの遺産は代官所で始末をし、 そのままま大官署で扱っていると聞きました普通は遺族がなければ、管に納められるのですが、川見家には功績があるので、異例な扱いになったのでしょう。こうなったら名乗って出ることですね。いいえ、と沢ははぶりを振った。今さら名乗って出る気などはございません。私、遺産などは一問も欲しくはありません。 どうかこの話はここだけのことにしてくださいまししかし事情をはっきりさせなければ世間の噂を止めることはできませんよ私がいなくなってもでしょうかいなくなるとはどこかよそへ行ってしまえば噂も自然に消えると思いますけれどそれはおかしいあなたがよそへ行って国吉という人が来たらどうするんです と安次郎が言った。その時のために、これまでえのきのそばを離れなかったんでしょう。今になってよそへ行くくらいなら、私と結婚するのも同じことじゃありませんか。よそへ行くにしても、この街道は離れない。越後街道を離れずにいれば、あの人が来たとき会えるだろう。おすげさんが賢治という人を見つけたように、 どちらかでお互いを見つけるに違いないそう思ったけれども沢は口に出しては言わずとにかく23日考えさせてくれと答え安次郎はでは23日ですよと念を押して去った11これまでどうしようもなかった気持ちが23日考えただけでどうにかなるとは思わなかった 安次郎の様子が圧倒的で、のっぴきさせないというふうな感じだったから、一時逃れに行ったまでであるが、するとその日の午後、もう日が傾きかけた自分に、野立の席へ、あすけがやってきた。彼はまっすぐに来て、四軒ばかり向こうで立ち止まり、探るような目つきでじっと沢の顔を見守った。九月に入って、夕刻になると、 風はもう肌に寒かったが、彼は木綿島の色の合わせた斑点に桃もひもき、古いわらじばきで少し背中がかがんでいた。刃物でそいだように頬がこけ、眉毛も白く、目の落ちくぼんだ顔はひどく老けていたが、それでもすぐにあすけだということが沢には分かった。ちょっと物を訪ねます。あすけはこっちへ呼びかけた。 もしも違ったら勘弁してもらいますが。違います。と沢はゆっくりと左右に首を振った。人違いです。やっぱりそうだ。あすけは案外しっかりした歩きぶりでこっちへ来た。あなたはお紗和さん。川見様のお紗和さんだ。あすけは地面へ膝をついた。 落ちくぼんだ目が涙でいっぱいになりそれが痩せてシワだらけな頬を伝ってこぼれ落ちたごまかすことはできないと沢は直感したアスケは手の甲で涙を拭いながらよく生きていてくれたと沢に言い自分の助かった模様を語った沢を救おうとして離れ離れになった彼はやはり山津波に押し流され 小出のずっと下流で助けられた。我に帰ったのは五、六日も後のことで、起きられるようになるとすぐ墓場村へ行ってみたという。それから後のことは沢も知っている。彼は三条へ行って、建場の孫になり、そこで知り合った人に拾われて、六日町の吉野家吉兵衛という宿屋へ住み込んだ。はじめは飯炊きだったが、 三筆ができるのを認められ今では乗馬をやっている元墓場村の大えのきのところで野立の茶を接待している女があるという評判は前から聞いていたしおととしの夏にこいで用事があって行った時は街道から沢の姿を見たちょうど客が三人いましたとあすけは言ったその上 木の陰で暗かったし、あなたとは分かりませんでした。何しろ、あれから年月も経つことではあり、あなたが生きていらっしゃろうとは夢にも思いませんでしたからね。ごまかすことはできないと思ったが、沢は何も言わなかった。熱心に語るアスケの顔を、路傍の草でも眺めるような、無感動な目つきで見守ったまま、 黙ってて辛抱強く聞いていたやがてあすけは突然脅かされでもしたようにピタッと口をつぐみ何やら不審げに首をかしげた「どうして左平さんは黙っていたんだろう」と老人は言い地面についている膝を両手でつかんだ「あなたに茶の手前を見せてもらったということは話したのに」 それがお沢さんだということは言わなかったどういうわけでしょう佐兵衛とは誰だろうあすけとどういう関係があるのか沢には見当もつかなかったがやはり無表情に黙っていたあなたもお会いになりましたね佐兵衛さんとあすけは疑わしげに沢の目をのぞいた二度だか三度だか 確か、角匠で茶をたてなすったということです。品のいい、きれいな娘さんだとは言いましたが、お沢様だったとはほのめかしもしませんでした。まさか、あなた方お二人とも、このあすけを憎んでいらっしゃるんじゃないでしょうね。あなたは人違いをしています。と沢は、冷たい口ぶりで言った。私ははというものではありませんし、 左平という人も存じてはいませんそんなはずはないそんなはずがあるもんですかあすけはかたくなに首を振った左平さんも初めは知らないふりをしていなすったが国吉という昔の名を言ったら隠しきれなくなりましたよ国吉沢は全身がすっと浮き上がるように思った国吉 国吉が自分と会った。門庄でいつのことだろうどの客だろう耳の奥で血の騒ぐ音がし胸に強い圧迫を感じたお屋敷にいた頃は山猿山猿と古き使われたもんですとあすけは続けていたそれがどうでしょう今では江戸の絹糸庄 立派に一軒の店を持って名も左平と改めた一年おきに一度ずつ小出へ買い付けに来るんだということですが人柄もぐっと上がって今ではパリパリの商人ですあなただってきっとびっくりなさったでしょうそうじゃありませんかお沢さん私は沢ではありませんと沢は静かに言った人違いです 私にはあなたの言うことはまるでわかりません。どうかお帰りになってください。あ助は納得しなかった。川見家のことや、自分が下男のあ助であること、雇い人のたれそれ、門前にあった木こり長屋、嫁に行って亡くなった妹娘の中、末っ子で弟のジョージなど、 昔のことをいろいろと語って、沢の記憶を懸命に呼び戻そうとした。沢は相手にならず、ただ冷ややかに人違いだと言い通した。あすケが熱中すればするほど自信がつき、何を言われても平然と受け流した。そんなことはないと思うが。やがてあすケは力尽きたように神戸を垂れた。 主人の娘と下男。身分も違うし、年がいもないことだが、私はお沢様が好きだった。と彼は独り言のように呟いた。だから、お沢様にちょっかいを出すようなそぶりをするものがあれば、私は誰からなしにやっつけてやった。そんな奴は、あることないこと旦那に言いつけて、みんなお屋敷から追っ払ってやったものだ。 沢は顔を引き締めた。あすけの口ぶりには、執念といったような暗い容器がこもっているように感じられたからである。山津波の時は、とあすけは放心したようにつぶやき続けた。お沢様を連れて逃げるつもりだった。山奥へ連れて逃げて、そこで一緒に暮らそうと思った。もうちっとのところで、 その望みがかなうところだった。あたしはもう片付けなければなりません。と沢は立ち上がった。どうかもうお帰りになってください。あすけは我に帰って、びっくりしたように沢を見上げ、大儀そうに立ち上がると、しびれたすねを力のない手つきで揉んだり叩いたりした。 あなたは本当におわさんじゃないのですかと彼は粘り強く聞いた。本当に人違いですかどうしてまたあなたはこのあたしをその人だと思ったのです人の話でも聞いたんですかい,いえ、あすけは首を振った。この大えのきでひょっと思い出したのです。これは 河見様のお屋敷の中にあったものですからねその下で茶の接待をしているとすればお沢さんにそういないと思い込んじまったんですこの前には遠くから見ただけだったが急にまたそのことが気になりだし暇ができたので確かめに来たのだとあすけは気抜けのしたような口ぶりで言った沢はもう聞いてはいなかった 国吉と左兵とが同一の男であり、自分と二度か三度会ったという、それが事実かどうか、いつ頃のことか知りたいと思った。そんなことがあろうとは信じられない。あすけが誰かに騙されているか、年老いた頭がどうかしてしまったのではないか。そう疑ってみる後から、真実らしいという感じが増していくようであった。 もし真実だとしたら、と沢は自分に問いかけた。それはどういうことだろう。私はどうしたらいいのだろう。まず事実かどうかを確かめることだ、と沢は心を決めた。あすけが去り、道具を片付けて家へ運び終わると、その足で沢は角庄へ行った。そうして、 ごひいき客のことで知りたいことがあるからと、主婦に頼んで宿帳を見せてもらった。ちょうど夕げ時で、客もかなりあるらしく、帳場も板場もごたごたしていたし、女中たちも忙しく立ち働いていたが、角庄の主婦は快く、沢の求めるままに古い宿帳まで出してくれた。左平の名はすぐに見つかった。食ってゆくと、 明日の言った通り一年おきで初めの方は見年と馬年と続いてい見年には松倉や重吉というものと一緒であり翌年には一人で泊まっていたあの人だあの口の重いむっつりとした人だと沢は思ったまるで濃い霧が晴れていくかのようにその時のことがありありと思い出された 茶は部長法だから、間違ったところは教えてくれ、と言い、実は会って話がしたかったのだと言った。こっちにも話題がないし、その客はもっと話下手で、少しも座は弾まず、わずかな時間で別れてしまった。そうだ、あの初老のお侍が柴田の溝口家へ仕官したと喜んでいらした日のことだ。あれがあの人だった。 澤は礼を述べて門匠から出てから暗くなった道をどこへ行くともなく歩きながら半ば呆然と独り言を言った「あすけは昔の名を知っていてあの人と話し合ったというあすけがそんな嘘を言うわけはないあれは国吉だったのだ私とあの人は向き合って座り茶の手前をしわずかながら話もした」 お互いが手の届く近さで向き合い、直に顔と顔を見合わせた。しかも二度まで。そんなに近く二度もお互いを見、話までしたのに、どちらも相手が分からなかった。私には国吉ではないかという疑いさえ起こらなかったし、国吉の方でもそんなことは感じなかったようだ。六年、六年もよ。 沢はくすっと喉で笑った何のために六年も待っていたの沢ちゃんあんたは一体どこの誰を待ってたのよ沢は忍び笑いをしたり肩をすくめたりし絶えず独り言をつぶやきながら泊まりを急ぐ客たちや馬や籠の往来する道をあてどもなくふらふら歩いていったそしてやがて気が付いてみると いつものえのきのところにぼんやりたたずんでいた暮れてしまった晩秋の宵いの中にえのきはどっしりと黒く重々おもおもしくしんと立っており時々梢の方から散り残った枯葉が舞い落ちてきたおすげちゃんと賢治さんは一目ですぐにお互いが分かったじゃないのと沢はえの木に向かって言った たった二度か三度あっただけなのに、相手は旅姿で、すげガをかぶったまま街道を歩いていたのに、それでも分かったじゃないの。あたしたちはどういうわけなの沢の喉へ、忍び笑いがこみ上げてきた。沢は、えのきの幹にもたれかかり、肩を細かく震わせていたが、忍び笑いはすぐすすり泣きに変わり、それが長いおえつになった。 私たちは本当に思い合ってはいなかったのね。としばらくして沢はえのきの幹をなでながら言った。あの人は待っていてくださいと言った。私は一生涯でも待つと言ったわ。嘘じゃなかった。あの時は心底そう思ったのよ。私は本当に一生涯でも待つ気でいたし、今日までその気持ちに変わりはなかったのよ。 落ち葉が沢の体に降りかかったお前は初めから見ていたわ沢はおえつの間から言ったあの人と私が忍び合うところも別れる時に二人が行く末を誓い合うところもそうして多分それが本物ではなくやがてはこんなふうになることも分かっていたんでしょねえ お前にはみんんなわかっていたんでしょうどうすればいいのと沢は続けてえのきに問いかけたこんなことになってこれからあたしはどうしたらいいのエチジュへ行けという声が聞こえた意識の底からのささやきだったろう沢にはえのきがそう言ったように感じられた 返してちょうだい沢は片手を拳にして、えのきの幹を打ちながら低い声で叫んだ。六年の月日を返してちょうだい。六年という長い月日をこのあたしに返してちょうだい。その大えのきは微動もせず、もう落ち葉のこぼれる様子もなかった。その年沢は 越前屋の安次郎と結婚し、3人の子を産んだ。